なり重なんかね今シーズン本当に注目、ね、あの中心プレイヤーでしたからね、はい、まあそういうねやっぱり、はい、まあ怪我した選手たちがやっぱり一番ね悔しいと思いますけどね。前半がスタートしました。大分トリニータのキックオフでスタートしています。左から右に攻めていきます。今度ユニフォームザスパクサス群馬安藤のところ、こぼれペレイラつなぐ中川入れ直し真ん中ヘッド藤本ナイスセーブです。串引き、まあ、シンプルに上げましたけどね藤本選手がうまく合わせましたけどナイスセーブでしたね串引き選手ね。ゴールに向かっていく左足に変えました高畑のキック真ん中安藤キーパーこぼれまだあるこぼれて安藤後ろから左足もう一本決まらないしのぎました群馬。相当負担分かりますからね大分の方がどう見るかですよね。間で受ける野村広げてウェービスサムエルニアリ来る、うん、ボル後ろだクロスからのヘディング藤本のヘッド綺麗なクロス綺麗なヘッドでした。ライン間にうまく流せテンポのパスワークからね右につなぎながらもう決めてくださいっていうね、はい、1ポイントクロスから真ん中もしっかりサムエル選手と藤本選手が入ってきてましたから、はい、いい高さでしたよね。これサムエルがここにいるっていうのも大きいんですよね。そうですね。そこでやっぱりこう、まあ、引き寄せますしね、はい、まあ、そこのやっぱ背中、まあ、裏からしっかり藤本選手が入ってきましたし、池田は外野村へ野村切り返す深い左足いいボールだ跳ね返すウェービス野村ウェービスオリゲスいやー弓場ポストクリアーコーナーです。まあ、シンプルに野村選手が入れるかなと思いますけどもう一つ深いところ入りましたよね、はい、ウェービス選手大分もゾーン対応ですからね。ファーサイド盛り返してきた西川キャッチ試合終了2位の大分連勝です。群馬も粘りましたが大分勝ち切りました。